美人女優で有名な滝川由美さんですが、元旦那が自殺したという衝撃的な過去を持っています。そこで今回は、滝川由美さんについて、再婚した旦那はいるのか、元旦那はあちはしんすけ、元旦那の自殺原因とは、元旦那の離婚理由、滝川由美と旦那に子供は何人、脳梗塞と余命宣告について、現在画像と活動、など、滝川由美さんの気になる旦那と病気について調査しました。コンテンツ、ヒデ、ワン滝川由美に再婚した旦那はいるのか。二滝川由美の元旦那はあちはしんすけ。三滝川由美の元旦那の自殺原因とは、四滝川由美と元旦那の離婚理由、五滝川由美と旦那に子供は何人、六滝川由美の脳梗塞と余命宣告について、七滝川由美の現在画像と活動。八滝川由美は旦那と再婚。元は俳優で自殺の原因が衝撃だった。まとめ、滝川由美に再婚した旦那はいるのか。引用 https://www.billboardjapan.com/d_news/detail/10993 現在、滝川由美さんには旦那はいません。過去に一度結婚していますが、離婚後はずっと独身を通しています。滝川由美の元旦那はあちはしんすけ。滝川由美さんの元旦那は、元俳優のあちはしんすけさんです。俳優引退後は滝川由美さんのマネージャーとなり、その後、1984年に滝川由美さんと結婚します。しかし、1997年に離婚。滝川由美さんとの結婚時、アクターズプロモーションの副社長兼アクターズエージェンシー社長を務めていたあちはしんすけさん。離婚後も二人は事務所社長と所属タレントとして仕事のパートナーの関係でした。滝川由美の元旦那の自殺原因とは、そんなあちはしんすけさんは離婚から10年経った2007年、鹿児島県の犬飼の滝に飛び込んで自殺しています。原因は、事務所の経営不振と自身の病気でした。一説には5億円とも言われる借金の返済に困り、加えて3年ほど前から脳梗塞による体調不良に悩まされていたと言います。アクターズプロダクションはあちはしんすけさんの死後、破産申請をしています。滝川由美と元旦那の離婚理由、滝川由美さんと元旦那の離婚理由は、公には価値観の違いとされていますが、元旦那の不倫でした。二人が別居生活を送っている間に、元旦那に心を惹かれる女性が現れたようです。元旦那のあちはしんすけさんは、滝川由美さんとの離婚後、20歳も年下の一般女性と再婚しています。おそらく、この女性が不倫の相手だったのではと言われています。滝川由美と旦那に子供は何人？滝川由美さんと元旦那との間には子供が一人います。女優やタレントとして活躍している滝川花子さんです。離婚後、滝川由美さんはまだ8歳だった滝川花子さんを連れて、シングルマザーとして親子二人で暮らす道を歩んでいます。滝川由美の脳梗塞と余命宣告について、滝川由美さんは脳梗塞が見つかりましたが、余命宣告はされていません。滝川由美さんは、2017年の、メイの座太鼓版に出演した際に、隠れ脳梗塞が多数発見されています。滝川由美さんは見た目と違い、毎日のようにお酒を飲んでいたとか、さらにヘビースモーカーであったことが隠れ脳梗塞の原因になりました。ですが、余命宣告というような重大なことにはならず、現在はお酒やタバコを控えて体調管理に気を配るようになったとか、かえって体のためには良かったのかもしれませんね。隠れ脳梗塞があるのを知らずにそのままの生活態度を続けていたら、それこそ余命宣告を受けてしまったかもしれません。滝川由美の現在画像と活動。往年期に比べて出演回数は減っているものの、テレビや舞台での活動をこなすなど、元気な姿を見せています。
2024年の現在、73歳になった滝川由美さんですが、現在画像は今も変わらぬ美貌を誇っています。2022年には NHK 連続テレビ小説、カムカムエヴリバディで、ひじまゆきえの老年期役で公演するなど、初の連続テレビ小説出演を果たしています。合わせて読みたい、名取裕子の夫子供は、願望ありでも結婚しない理由と歴代彼氏を調査。滝川由美は旦那と再婚。元は俳優で自殺の原因が衝撃だった。まとめ、今回は滝川由美さんの旦那にまつわる情報を紹介しました。滝川由美さんはマネージャーだった元俳優の阿智葉真介さんと結婚。滝川花子さんという可愛い娘を設けますが、それもつかの間、離婚の悲劇に見舞われます。ですが悲劇はさらに続き、離婚後ではありますが、元旦那の自殺という衝撃的な事実に突き当たりました。離婚後でも所属事務所の副社長と所属タレントの関係を築いていた滝川由美さんにとっては、その衝撃は計り知れないほど大きなものだったのではないでしょうか。ですが、今は幸せそうでよかったですね。また新しい情報がわかりましたらお知らせしていきますね。最後までお読みいただきありがとうございました。